皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。今回はですね、久しぶりにスターダストレビュー、スタレビの話題をご紹介いたします。2020年11月25日スターダストレビューのですね、ニューシングルはっきりしようぜがリリースされましたですね。今回その新曲発売に伴いまして、インターネットでですね、サイン会の模様も配信されました。まあそのサイン会のですね、中でご注文された方にはなんと漏れなくメンバーからサインをいただけるということで、もう私もね早速買いました。そしてまあ無事に新曲の CD とそしてメンバーからのサインが届きました。今回は、今回収録されています、まあ通常版を私購入いたしました。その収録曲3曲について簡単にご紹介いたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。曲の紹介の前に、まずですね、このサインのご紹介です。今はですね、まあ、リミシタさんという、まあ、オンラインでこうインターネットサイン会を放映する、まあ、サービスがございまして、まあ、この新曲のリリースと合わせて、こう、サインを書く模様を中継しながら、そしてこう、ファンの皆様にね、そのサインと、まあ、その中継の模様をお届けしています。まあ、私も過去、椿ファクトリーで、ですね、朝倉キキちゃんから名前を呼んでいただいてサインもいただいたことがございますし、この12月にはですね、モーニング娘。20の皆様にもこのリビスタでお世話になります。そしてこのスタレビの皆様もリビスタで登場ですね。その期間限定内でそのリビスタの、ところからですね、予約されますと、漏れなく皆様にサインをしますよということでですね、なんともその中継の中だけ1時間半ぐらいの中継でしたけれども、なんと応募の数が1200枚もあったということでですね、メンバーもヒーヒー言ってましたけども、こうやって丁寧にですね、4名分ですね、全員のサインいただけたということで、本当にね、嬉しかったです。ね、新曲と、そしてこのサイン、なかなかね、こういう、まあコロナ禍だからこそ、まあ新しい試みということでもございますし、こうやってサインをですね、形に残せてね、いただけるというのは本当に嬉しい限りでございます。スタレビの皆様、本当にありがとうございました。最初にですね、はっきりしようぜでございます。こちらがですね、まあ、まさに完全にオリジナルの新曲でございまして、まあ、この、ね、2020年、新型コロナウイルス、もう本当に大変ですよね。この窮屈なですね、中でこう、なかなか言いたいことも言えない。ね、心の中にストレス抱えてませんか？まあそこはね、思い切って外に吐き出しちゃいという、まあまさにスタレビらしい、元気づける、鼓舞する曲でございます。まあビートがですね、聴いてこう、ベースの音も良くて、そしてテンポが速いんですね。メンバーもおすすめの中でおっしゃってましたが、こう、ボーカルね、根本さん、言い回しがもうとにかく速くて、もうアナウンサー見てくれよと、これを教本にしてくれという声もございましたし、あとね、感想のギターソロも確かにかっこいい。そして、オープニングというか、ね、イントロがね、また短くて、いきなり歌に入るというのも見どころだそうです。こうね、ほんとテンポがいい曲でですね、この今時の時勢を反映して、ね、苦しい、なんか窮屈の中でも乗り越えていこうぜっていう、ね、ほんと前向きになれる曲でございますので、ね、ぜひ一度お聴きください。続きまして、偶然の再会、シングルエディションでございます。こちらもともと配信曲でですね、まあアルバム、年中模索の中ですね、今年の6月にまあリリースされた配信曲でございます。この曲をね、私本当にね、好きなんですよ。こうほのぼのとした甘酸っぱい青春の恋愛ソング。まあ、スタレビらしい曲でもあります。まあ、昔好きだったこと、ふとまあ20何年ぶりかなんかに再会して、こうね、時を経たからこそ、今ならこうね、気楽に笑顔で話せて、ね、楽しめるよっていう歌でございます。まあ個人的にこういう、なんかね、青春とか、こう時代が交錯する、ね、時を超えるっていう歌がね、本当に今好きでして、例えば、アンジェラ・アキさんの手紙ですね、背景15の君へというのは、まあ、15歳、ね、の君と未来と君とがね、交流する、まあ、歌なんですけれども、初めてカラオケでこのミュージックビデオを見ながら歌った時は私も途中でも本当泣きそうになりまして、声が詰まったね、思い出がございます。また川島英吾さんのですね、旧友再会という曲もいいですよね。
時を超えてまたあの時の仲間とお酒飲んでうまかった。でもう一回青春時代入れ直せるならば、もうちょっと、もう少しうまくやりたいねっていうのもじんときます。まあ今回も本当、まあ、時は人を変えると言いますけども、時がですね、いろんな、やっぱ、思い出とか、まあいろんな人を変えさせる、まあいろんな、ね、時が解決するってことって結構私もね、人生の中でも感じてることはありまして、ね、この甘酸っぱいですね、あの子とまた出会ったっていうこの喜び、本当ミュージックビデオとか曲調も穏やかでございますので、ぜひね、一度 YouTube にもございますので、ご視聴くださいませ。3曲目が Find My Way という曲でございます。こちら2004年にリリースされたアルバムの中の曲です。これ、ね、実は私の中ではもう思い出の曲なんです。もう青春の曲なんです。バラードでこう応援する曲なんですけれども、この2004年の、熱闘甲子園の高校野球とですね、番組の挿入歌で使われました。まあ、ダルビッシュ有投手がですね、3年生の時でした。くしくも私も当時、高校3年生の高校球児でございまして、本当思い出の年の夏の、この青春の歌なんですね。まあ、余談ですけども、熱闘甲子園のこの、まあ、オープニング曲が、もうこれまた私の好きな、ゾーンのですね、グローリーカラーズ、風の扉でした。で、挿入歌がスタレビの Find My Way。そして、エンディングが、夏の終わりですね。森山直太朗さんということで、非常にね、曲にも恵まれたなというふうに私は思っています。そして、この、もう一つですね、同じ年にですね、まあ、スタレビの大分公演があった際の、この CM ソングがこの Find My Way、まあ、ミュージックビデオが流れてました。当時、まあ2004年ですね、ですと、まあ、スタレビの皆さんももう、まあ、大体40代半ばぐらいでした。ので、結構、その当時の歌というのは、こう、力強い、ね、最初の、コーラスのところもね、力強い感じですね。Life in my sun and shining stars ってこう、ちょっと迫力ある拳を聞いたような感じなんですけれども、今回収録されていますのが、今年の夏に行われた、バラードでござるという、まあ、日比谷公会堂で、そのソーシャルディスタンスとかを守って、まあ、バラードでしっとり歌うという曲の中でですね、歌われた Find My Way という曲です。最初この、まあ、このツアーといいますか、このライブですね、ダイジェスト動画が、まあ、YouTube でも流れてるんですけども、で、それ見た瞬間、この Find My Way が出てきた瞬間、ああ、これいいなって思いました。羨ましいと。私、まあ、過去2回大分でですね、2017年の35周年ツアーと、そして、昨年の2019年12月の、還暦少年の、大分公演に2公演参加しましたが、残念ながらいずれもこの Find My Way 披露されませんでした。で、今回な、羨ましいなと思いつつ、そしてまあ60歳、還暦少年となられたスタレビの皆様の、Find My Way 聞きました。穏やかで優しい感じですよね。で、コーラスも高く、なんか、高音になってますね。Life in my sun and shining stars。 こう、パンチがあるというよりも、ほんと優しく、こう、穏やかな感じになって、まあ、渋みというわけではないんですけども、この穏やかな、この Find My Way。けど、やっぱこうね、高音響いて、元気が出る曲でございます。このね、収録曲は本当にね、Find My Way 聴けて嬉しいです。もうね、帰りの、車の中でもですね、ずっと CD 聴いてました。もう、この Find My Way 特にリピートして聴いてるぐらい思い出の曲です。ぜひ皆様もですね、この曲 CD 買って、今まで ご紹介した3曲で元気をもらいましょう。で、またですね、年明けぐらいからですね、この年中模索のツアーが始まります。現時点で、まあ、私の住んでいる大分県の近くですと、年末に、しました。1月末に、宮崎で2カ所、都の城と日向市だったと思います。現時点ではまだ大分公演ないですけどもね、大分公演、まあ、100公演、されるということで、まあ、大分にも多分来るとは思います。まあ、ただ、新型コロナウイルスが、ね、大変でございますけども、落ち込まずにね、自分の道見つけて、Find My Way で、そしてまた、ね、いつか偶然の再会、今回 Find My Way と私は偶然の再会しまして、そして、これだけははっきり言わせてもらいます。スタレビはいい！ということで、ですね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。で、またぜひスタレビのこともそうですし、この私のチャンネルもよろしくお願いいたします。いいね、そしてチャンネル登録、ぜひぜひお待ちしております。
まあ新型コロナウイルスで非常に苦しい中ですけれども、やっぱりこの音楽の力というのは大きいんですね。スタリングの皆さんも本当頑張っていらっしゃいますし、まあこのネットを通じて音楽を楽しんで心がゆきゆきなればいいなというふうに思っております。今後もまあこういう曲の紹介やですね、いろいろライブのレポートなど私のチャンネルでも行いますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた。